はい、この物語は、今この地球のどこにもない、世界のお話で、100年前にですね非常に栄えた王国が、なぜか滅んでしまった、そんな時代からお話がスタートします。主人公と魔人というのはですね、その滅んだ王国のお城の中で偶然出会う。What's your name? I, Theoden. でこれは魔人と共に旅をしていろんな世界を巡るんですけれども、その中で積み重なっていった月日や時間というものがそのまま魔人と深まっていく絆に感じられると思うんですね。だからゲーム終盤では多分プレイヤーの方は魔人をかけがえのないパートナーのように感じてくれるものだと思ってます。魔人とは何か。魔人というのは正しくは日本語で、ただそんな魔人という本当はあまり良くない言葉なんですが、ゲームをプレイした時にすごくエモーションな部分が彼から感じることができるようになってますので、そういう意味ではまあそうですね、魔の体で作られた正義の人みたいな、そんな感じでしょうか。No, leave me alone. 自分の相棒、その自分がプレイした、一人でゲームをするだけじゃなく、自分のやったことにいろいろ反応があったり、いろんな協力をするような相棒っていうのを、主軸に置きたいなと思いました。一緒に笑い合えたり、何かギミックとか敵を倒すのに成功したら一緒に例えばハイタッチをして喜ぶとか。Let's go! 彼自身も魔人自身も主人公と出会うまで、どうして僕はここに閉じ込められて、どうして、自分はここにいるんだろうといったようなことを忘れてしまってるんですね。で徐々に記憶を取り戻していくうちに、魔人は僕はそうだこうだったと。They arrive suddenly. I fight to save everyone. 魔人っていうのはなんかこう自然界の象徴みたいな位置づけなんですね。先ほどから僕メインキャラクターをこう主人公と言っているんですが、これもゲームの最初の方に割と明かされるんですけども、彼はですね名前がないんですね。そして彼はすごく特殊で、動物や、鳥、もしくは虫、生き物の声を聞くことができるし、喋ることができるんですね。なので魔人とも話ができるし。Your home in danger?Yeah. The darkness is spreading. はい、敵というのがですね、この魔人の中には、ゲームの中にはたくさん出てきます。いろんな種類が。彼らは一様にタールでできたような非常にこう汚らしいもので体ができていて、そして戦いの最中に主人公が敵を倒しても彼らは死にません。復活をしてきます。で彼が敵が闇という存在で、その闇を吸い込んで食べることによって、その闇によっておかしくなっている自然界のバランスを元に戻していくっていう役割を魔人が担っているんです。じゃあなぜ王国は滅んだのか、どうしてこの邪悪な敵が出てきたのか、どうして王国は闇に包まれているのか、これらが全部リンクして最終的には魔人とは何か